皆さんこんにちは、インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日ですね、また久しぶりにですね、大好物のネタが入ってきましたが、もうこれですね、5回ぐらい撮ってるんですけど、言いたいことは4回に収めて今日話しますけど、書いてますですね。ネットによる情報検索は自分が思っている以上に自分が賢いと錯覚させるということについてですね、今日はですね、お話をしたいと思うんですが、実はこの話をする前に、3回ね、話しなきゃいけないことがあるので、ちょっと振り返っていきたいと思います。ではまずこちらからちょっとご覧ください。はい、こちらはですね、もうだいぶ前なんですね。これ2012年の1月なので、もう3年前の記事なんですけど、検索や SNS に依存せず自分の脳を鍛えようということで、ローマ法王さんがですね、言っている、当時のローマ法王さんですね、が言っている言葉があるんですけど、インターネットで答えを探したり、自ら発信したりするばかりでなく、より深く理解し合うために沈黙を大切にしようと。安易に答えを求める現代の風潮をいさめ、黙考の大切さを説いたと。黙って考える大切さを説いたと。世界コミュニケーションの日に向けたメッセージで、法王は答えを探す多くの人が検索エンジンやソーシャルネットワークを多用していることを指摘と。途切れることのない問いは人々の落ち着かなさを表していると。上辺だけの意見交換では人々は安らげないと釘を刺したと。その上で、神は沈黙の中で語られる。愛し合っている者同士は黙っていても顔の表情や仕草で互いを理解できると、言葉を介さないコミュニケーションの大切さを説いたというふうに書いてるんですけど、これに関してですね、僕が言った言葉があって、その通りだと思いますと、自分の脳を信じて自分の脳へ記憶に刻み、自分の脳に問いかけることができない人間から、ひらめき、かっこインスパイアなんて生まれないと。Facebook のサーバーや Google のサーバーにあるデータに頼っている人間から革新的なアイデアは生まれない。もっと自分の脳を信じろ。もっと自分の脳へ刻め。もっと自分の脳に聞け。ということをですね、書いたことがあります。これは毎回お話をしてるんですけど、ひらめき、新しい創造っていうものはですね、自分の脳の中にあるものからしか生まれないんだということなんですね。で、その、脳の中にある記憶と脳の中にある記憶っていうものがある日突然ですね、シナプスというものでピンとつながった時に、電気が流れた時に初めて人々はひらめきといって新しいアイデアが生まれると。だからエバーノートに保存しようがメモに書こうが検索で探そうかとしてる間ではそもそもね、どこに自分のネタがあるかっていうことわからないので、エヴァノートでも検索でもメモでも探せないわけですね。だから脳に刻むことが大事なんだっていうことを僕は言っていて、だからこそ最後に必要になるのはインスパイアだということで、うちの会社があると。インスピレーションですね。ひらめきの動詞形がインスパイアで、うちの会社は最後そういうことをしたいなと思っている会社なんですね。というのは、もうね、3年前。からですね、よく話をしてるんですけど、そうするとですね、こんなニュースも入ってきました。はい、こちらね。Google で人の記憶は変質するというものがありました。これはね、どんなのかっていうとですね、検索エンジンの台頭により、人間の脳が情報を記憶する方法が変わっているということを、心理学者が発表したというものなんですね。で、人間の脳は、友達や家族、同僚などに尋ねれば答えが分かると、することによって、記憶しようとしないもの、このことを交換記憶って呼ぶそうなんですけど、これに対してインターネットに対しても同じように大量になっていると。情報そのものではなくて、どこで情報を得られるかを記憶するようになっているということが書かれています。つまり、自分の、ね、頭に刻んでなくても、その情報は、例えば検索すれば出るよ、ウィキペディアに載ってるよと思えば覚えなくていいと。例えば、この情報はエヴァーノートに入ってるよと思えば探さなくていいと。これは Facebook のメッセージに入ってるよと思えば Facebook のメッセージを見ればいいというふうに、人は記憶をするんではなくて、記憶をしている媒体を
覚えればいいというふうに変わってきてるっていうことがここで言われてるんですね。で、これは確かに大事なことで、例えばね、本当に暗記っていうのがありますけど、その 大学とか中学校とか高校ね、大学受験のために皆さんがですね、暗記してきたことって果たしてどのぐらい役に立ってるのかということになるわけですね。だから例えばその 年代を覚える、西暦を覚えることがどんだけ意味があったのかということなんですよね。じゃあ、他にもいろんなことを覚えたと思うんですけど、それどんだけ意味があったかってこと、それらは、そういうことを覚えるのももちろん大事なんだけど、同じ時間であれば、もう少し新しいことを考えたりとかすることも必要じゃないかっていうことをですね、言っているわけですね。で、僕もそういうことは思います。だから、なるべくその暗記っていうものではないね、試験を大学でもしようということで、今回、長岡造形大学の試験でもそういった試験をやったのは、まあ、こういう問題も、こういうことをですね、あるよってことを分かっていたからなんですね。そうしたらですね、こんなニュースもありました。今度3つ目なんですけど、Google の悪影響かということで、実は、メモを取っても記憶は定着しないっていうことが発表されたというものなんですね。インターネットは記憶を蝕むという、説があるけど、それがインターネットどころか、メモでも同じようなことが言えるんだっていうことが、まあ、ここで書かれています。で、これもですね、まあ、なるほどなっていう気がしたの。まあ、結局ですね、インターネットであれ、紙媒体であれ、何であれですね、自分の脳を信じようとしないで、メモをしようとか、後で検索すればいいとか、エヴァノートに保存すればいいと言ってる時点で、ちゃんと記憶してる人よりは、その時点で負けてるんですよね。だから、記憶することが悪いって、記録することが悪いって言ってるんではなくて、どうしてもですね、記憶、頭に刻んでる人の方が強い。これからですね、商売していく上において、ほとんどのものがデジタル化されて、機械化されて、ロボット化されていきます。で、その中で本当に、皆さんがじゃなきゃできない仕事って何かってなると、最後に残るのは、やっぱりこのインスパイアです。ひらめきという部分、新しい創造するアイデアを出すということ以外は、ほとんどのものがですね、もうインターネットに変わっていってしまうわけですね。で、よく営業が最後に残る仕事だというふうに言われてるんですね。で、なぜ営業が最後に残る仕事かっていうと、これ、お客様とコミュニケーションしているときに、アイディアを生み出すからなんですね。だから質問に対してただ答えるだけであれば、これ、営業じゃないんですけど、いかに幅広い情報とか、お客様の情報から、いろんなものから瞬時に判断して、自分なりの、プレゼン、自分なりの PR っていうもの、ここはちょっと、なんていうの、コーヒーブレイクしようかとかですね。ことを考えながらやるから営業はうまくいくわけですよね。これロボットじゃできないこと、そうじゃないものではできないことっていうのはそこにあるわけです。つまり、瞬時瞬時に頭を回しながらアイデアを生んでいくから営業が必要であって、そうじゃないものであれば、もう見積書を出せばいいじゃんって話になるわけですよね。だからここが実は最後のポイントになるので、いかに皆さんが自分自身の脳を鍛えていくかっていうことが大事かっていうことをね、分かっていただきたいんですね。ここまでがちょっと前置きです。前置きで8分も使ってますが、で、最後の部分ですね。で、今回出たのがなかなか面白いニュースでした。こちら。はい。ネットによる情報検索は実際以上に自分が賢いと錯覚させるっていうものなんですね。で、これちょっと読んでみたいと思うんですけど、米国の研究者によるこんな研究結果がアメリカの心理学会の専門誌に掲載されたと。検索ユーザーはネット上の知識と自分の知識を混同してしまう傾向があり、研究者は正確な知識を身につけるのは難しいことだが、ネットはそれをさらに困難にしているというと。ある実験では、対象者をネット検索を使ってもいいグループとそうではないグループに分け、ジッパーはどういう仕組みという4つの質問に答えてもらったと。その上で4つの質問とは無関係な別の質問、曇りの夜はなぜ暖かいのかなどを示したところ、ネット検索を使ってもいいグループは、そうではないグループに比べ自分はその質問に答える能力があると考える傾向にあったというと。
検索を使えるグループは正確な回答が見つからないようなとても難しい質問や Google のフィルターによって回答が見つからないようになっている質問を検索した場合でさえ自分の知識は十分にあると感じる傾向にあったと。検索モード時の認知作用はとても強力で、検索で何も見つからなかった時でさえ人々は自分を賢く感じているようだと研究者は述べていると。質問に答えられないということは自分がその答えを知らないからというのは明らかだ。だがインターネットでは自分が知っていることと自分が知っていると思っていることの線引きが曖昧になってしまうと。スマートフォンの普及で常にネット環境が手元にある現在、この問題は深刻化している可能性があるという。また早くからネットに親しんでいる子どもへの影響も懸念されるというと。こうした傾向が多くの利害関係が存在する政治などの分野に持ち込まれると危険だとも警告すると。決断が大きな結果をもたらすようなケースでは、自分自身が持つ知識を見分け、本当は知らないことについて知っているかのように考えようにすることが重要になるだろうとしているということで、研究はイェール大学のマシュー・フィッシャー氏らが行い、成果はジャーナル・オブ・エクスペリエンシャル・サイコロジーに掲載されたというようなことがニュースで書かれています。本当にね、興味深いデータだと思うんですけど、確かに分かりますよね、これね。Google 先生っていう言葉がありますけど、分からなかったら Google 先生に聞けばいいというね、のがあります。で、結局、Google 先生って言ってる間はいいんですけど、自分が検索する能力が上がってくると、自分はね、いわゆるこういう言葉あるじゃないですか。情報弱者って言葉ありますよね。で、情報弱者っていうふうに言葉を作ってる時点で、情報を操れ操作できる人は賢いっていうふうに認識してるわけですよね。だからその情報のね、検索の、例えば検索技術があるないっていうことでも、賢い賢くないっていう、ラベルを貼ろうとしている時点で実は問題だよっていうことを、ここでは言っているわけですね。で、自分のね、過信してしまっているわけですね。自分は賢いんだというふうに思ってるんだけど、実は賢いのはインターネットであり、検索であり、Google でありっていうことを、分かっておくべきなんですね。だから結局そのように考えていると、結局ですね、便利なもの、役に立つものに流されている状態になっているので、自分の脳でどん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 考えなくなる、考えなくなるし、記憶しなくなるということになると、賢いっていうふうに錯覚していることが逆に自分自身を、愚かな人間に落とし込めようとしてしまうということが、問題じゃないかなという気がしています。ということですね、私はいつも言っているんですけど、とにかくね、僕はたくさんの情報をインプットしています。インプットして、で、それを、皆さん方にアウトプットっていうことをしているわけなんですけど、やっぱり、私でもですね、いろんなものに記憶しようということをやってるわけですよ。で、それは頭の中じゃなくて記録しようということをやってるわけなんだけど、もっとね、それを自分の脳に刻むためにどうしたらいいかということを実はね、日々考えていて、いろんなことをですね、試行錯誤をしているんですね。で、それまたね、また別の機会に皆さんにも、お伝えしていきたいなと思うんですけど、ポイントはここにあるっていうことですね。これ別にうちの会社がインスパイアっていう会社だから言ってるわけではなくて、最後に僕を使ってくださいっていうぐらい僕がこの会社に込めてる思いっていうのはあって、それは皆さんにもね、分かっていただきたい点なんですね。皆さん、最後の一社に僕が選ばれるまで、皆さんの会社もですね、頑張っていただきたいんですけど、そうじゃなくてもですね、自分の脳で考えるっていうこと、自分の脳ですね、よく言うじゃないですか、死ぬまでに何パーセントですか、ほとんどね、自分の脳は使わないで、死んでいってしまうっていうことありますよ。だからまだまだね、いっぱいスペースが空いてるわけですよ。ここをやっぱりですね、いかにね、活用していくかと。もう私らの年代になってくると、今度だんだんですね、脳が退化していって、どん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 ね、記憶も失っていくスピードが速くなってくるわけですね。で、そこをやっぱ鍛えていかないと、他のものに頼ってたんじゃダメだということで、いかにね、瞬時に頭で思い出すかっていう訓練をしています。よく僕がですね、質問があった時に、それどこどこのブログに書いてるよとかって言って教えるんですけど、これブログに書いてるよっていうことを教えれるってことは、記憶してるってことなんですよね。こういうこともね、日々皆さんも訓練していただければなと思います。
はい、今日は興味深いニュースでしたね。ネットで検索している人は自分が賢いと錯覚している。皆さんも気をつけましょう。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。